吉川沙織君立憲国民新緑風会社民の吉川沙織でございます国会における行政監視とは行政の誠実ではない活動つまり行政による不当不適正な活動を国会で正し改善を促していくことであります近年の公文書改ざん障害者雇用を水増し統計不正は残念ながら行政の不正そのものであり この立法府が事実関係を正すことについては、与野党問わずその機能の発揮であり、異論はないはずだと思います。その場こそ、行政監視機能を有する立法府であり、まさにこの行政監視委員会ではないでしょうか。行政監視委員会は参議院改革によって、平成10年に設置されました。そこで、これまでの参議院改革の経緯と取り組みについて、参議院事務次長に伺います岡村事務次長、はい。お答えいたします。 参議院の在り方についてはかねてからさまざまな指摘がなされ改革の必要が議論されてきたところでございます参議院改革協議会は昭和52年以来一時期を除き議長のもとに設置され各会派の議員により参議院の組織および運営に関する諸問題について協議を行ってまいりましたこれまでの参議院改革の主な取り組みとしましては調査会制度の創設行政監視委員会の設置決算審査の充実 押しボタン式投票の導入などがございます、以上でございます吉川沙織君今の答弁の中で、参議院のあり方については、かねてからさまざまな指摘がなされとございました。参議院は衆議院のカーボンコピーと揶揄された時期に、議会の先人が各会派合意の下、衆議院にはない調査会を設置、その後、押しボタン式を導入し、この行政監視委員会を設置すること等を決めたものです。 では、直近の参議院改革協議会の報告書におけるこの行政監視機能の強化と規則の改正の内容について、事務次長に伺います岡村事務次長。お答えいたします。平成29年2月に設置された参議院改革協議会では、行政監察機能の強化、行政監視委員会の機能強化について協議、検討が行われ、昨年6月に報告書が取りまとめられ、議長に提出されました。 ここのの報告書では行政監視機能の強化に議員全体として取り組むこととししてて取りり組むおます具体的には新たな行政監視の年間サイクルの起点として本会議における政府報告聴取と質疑を行うこととしこれを受けて行政監視委員会は通年的な活動を通じて行政監視の実施状況について取りまとめ本会議に報告必要に応じて政府に対する改善勧告を行うこととしております。 この報告書を受けて、昨年7月、行政監視委員会の委員の増員のほか、少なくとも毎年1回、行政監視の実施状況等に関し、議員に報告することを内容とする参議院規則の改正が行われ、本年8月1日から施行されておりまますす以上でございます、はい、吉川沙織君。 まあ今、事務次長から答弁ございましたとおり、行政監視委員会は参議院改革の一環として、参議院に期待される行政監視機能を向上させるとの明確な目的を持ち、平成10年に設置され、参議院の行政監視機能の主力を担うことが期待をされてまいりました。設置当初は活発に行われていましたけれども、私の参議院議員として2期目最後の質疑は行政監視委員会でございました。その5月20日のの月日委員会の 中でも指摘申し上げましたが、直近7年間のこの活動は極めて低調でしたが、選挙を経て、3回を報告書に基づいて、新たな体制が整った今、新たな行政監視サイクルを具体化することが求められると言えると思います。今答弁にもありりまししたた冒頭でで総務大臣から聴取した年次報告は本来であれば 本会議で報告聴取し、質疑を行うべきでありましたが、せめて次期上会の活動においては、参議院規則改正により、明確に規定された本会議報告に結実させるためにも、与野党問わず行政運営の改善を促すべく、本委員会における議論が回数を重ねて行われる必要があります。平成27年7年月 参議院本会議において、全会一致で決議された政策評価制度に関する決議の1において、数値や明確な根拠に基づく評価を実施することを政府に求めています。しかしながら、政策立案の証拠、根拠となる文書が作成される段階で誤りがあったり、作成された後適切に保存されずに破棄されたりしていれば、政府の意思決定過程や事務の合理的な後付けが検証できなくなってしまいます。 総務省行政評価局は平成29年9月に公文書管理に関する行政評価監視の結果を公表していますこの調査は保存期間が当時国会で再三取り上げられていた 保存期間1年未満の行政文書の管理状況等は対象外であったものの、全府省に対し、総務大臣から勧告がなされ、そのフォローアップとして、平成30年12月26日に、1回目の改善措置状況の公表が行われています。この改善措置状況というのは、1回目の後2回目が行われるのが通例でございますが、2回目の改善措置状況の公表の見通しについて、総務大臣に伺います。 高総務大臣今あの、委員がおっしゃったとおり、昨年12月に各府省における改善措置の実施状況を取りまとめ、公表しましたが、まあ、その内容は勧告した事項について、おおむね改善が、まあ、図られていると、えー、認識しております。他方で、平成29年9月の勧告後、公文書管理について政府内においてさらに進んだ取り組みが行われました。 特に昨年9月には内閣府に局長級の政府 CRO とその元に公文書観察室が設けられ今年度には各府省に審議官級の各府省 CRO が新設されたということによって新たな体制の下で公文書管理の徹底が図られることとなっております、えー、まあこのような状況でございますので総務省としてはあのまだ始まったばかりの取り組みがございますから当面これらの取り組みを注視していく考えでございます 吉川沙織君 2>, 2回目の公表時期はまだ分からない、中止をしていくというご答弁でしたけれども、またあの勧告を受けて、まあ、今、取り組みが行われているということもご答弁いただきましたけれども、現状を見るに、政府が作成する文書の誤りや行政文書の不適切な保存は、政府が公文書管理の適正確保を表明された後も、残念ながら頻発をしているような状況にあるのではないかと思っています。 証拠となる行政文書に不備や欠損があれば、後の検証が不可能となります。公文書管理法は、国の諸活動を現在および将来の国民に説明する責務を全うすることを目的としていますが、現状においても、その法の趣旨に反する文書管理が横行しており、説明責任の観点から問題があると思われます。 10月1日にスタートした養蜂無償化に関しては、制度設計のほころびが随所に出ており、財源不足まで報じられているところですが、無償化の運営基準などを定めた内閣府令にもおよそ考えられない数の誤りが発生しております。そののの総総数数みみ内内閣閣府府副副大大大臣臣に伺いますすでで結構塚 まず、幼児教育・保育の無償化のために制定した内閣府令において多数の誤りがあったことは大変遺憾でございまして、これにより関係者の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びを申し上げます。ご問い合わせの総数でありますが、本年の5月31日に交付された内閣府令について、6月以降、地方公共団体の職員等から、両府令の誤りについての指摘があったこと等を踏まえ、精査を行い、判明した総数が96箇所。 ということでございまして、官報整合により訂正したところでございます吉川沙織君まあ残念ながら、今回、5月31日に交付をされて、地方自治体の方からの指摘等によって誤りが発覚をして、官報整合によってその措置を行ったということですが、2回、これ、官報整合が行われています。2回目の官報整合の内容について、自治体に情報提供されたのが9月19日、実際に官報整合が行われたのが9月25日です。 情報提供がなされてから、それを反映した条例案の作成作業を行い、内閣府令が正式に整合措置されるまでは、整合内容を反映した条例案を議会にかけることができなかったのではないかと思われます。仮にににこれ制度スタートが10月1 10 1月月日日でしたかららに間に合わせようとするならば 9月25日、26日、27日、土日を挟んで30日の4日しか営業日はなく、その間に議会で議決できるかどうか、甚ははだ疑問です。一方で 私が提出した質問収書に対する政府の答弁書では、政府は準備が間に合わなかった例は承知していないとしています。個別自治体の条例の審議状況まで総務省がすべて把握しているとは思いませんけれども、議会での条例審議がこのような外形上の事実からすれば、十分にはできなかった可能性があることについての一般的な所見を総務大臣にお伺いいたします高市総務大臣。 えまあ地方議会というのは条例の制定、開廃を審議して、当該、地方公共団体の意思決定を行うという、非常に重要な役割を担っております。 ですから国の制度改正に伴って、地方公共団体の条例の制定改発が必要となる場合には、十分な検討、議会審議が行われるように、できる限り余裕を持って、制度改正や地方公共団体への周知が行われることが望ましいと考えております。これは各府省庁において、個別の事情に応じて、適切にご対応をいただくべきことだと考えております吉川沙織君。 まあ十分な周知期間があることが望ましいということ、周知の重要性等について一般論でお答えをいただきましたけれども、そもそもこの養保無償化、2年前の総選挙のときに総理があの政策パッケージとして発表したものですけれども、このような制御が発生して、その負担は最終的に、まあ、官方制御9月25日に起こられて、10月1日には制度がスタートする。そのつけは 残念ながらすべて自治体に回ってきていることについて、政府の立場であられますけれども、地方自治を守る立場にある総務省として、総務大臣のご見解をお聞かせいただければと思います高市総務大臣あの。地方公共団体がこの一定の事務を行うこととなります、国の制度設計にあたっては、法令の誤りがないことはもちろんのこと、制度の円滑な実施に向けて事務を行う。 地方公共団体が準備を異論なく進めることができるように、これも各府省庁において適切にご対応いただくべきことだと考えます吉川沙保理君。不省令に残念ながら誤りがあり、それを踏まえて誤った条例が制定されれば、地方自治体が提供する住民サービスに影響が生じる恐れがあります。条条例例ををを制定しした地方議会その条例を踏まえて職務執行する自治体にには住民に対し 根拠とプロセスを説明すする責任があります今回のような不奨例の規定の誤りであれば、原因は国にあり、政府として説明責任を果たす必要があろうかと思います。先ほど、内閣府大臣から内閣府令の誤り、96箇所というご答弁いただきましたけれども、96箇所もの誤りが発生した理由について、改めて副大臣に伺います大塚内閣府副大臣。 今これはですね、えーまあ、多数の誤りが生じたことは、あ内閣府における作成過程において、複数段階の十分な確認が行われなかったことによるものであるというふうに考えてございます吉川沙織君確認が行われなかったということではございますけれども、私は十分な確認が行われなかったというよりも、十分な確認が行える体制が現場にはなかったんじゃないかと思っています。 国として内閣府令、誤りのある条文を引用する条例を制定し、もしかしたらそのまんまになっている自治体があるかもしれません。これに関しては、国の側の誤りでございますので、内閣府として把握する責任があろうでしょうし、いつまでに調査し、どのような対応を講じるおつもりであるのか、内閣府副大臣にお伺いいたします大塚内閣府副大臣。 えまずあの先ほど、十分なチェックが行えなかったということでありますけれども、ご指摘のように、服装,装的なチェックをする体制が法令作成部局および審査部局、双方において十分でえなかったという結論に達しておりまして、これについては十分な確認ができる体制をしっかり準備をするということと、再発防止を徹底しているところでございます。 その上で、えーまあの、地方においてどのようになっているかということの実態把握ということでございますが、えー、今あ、まあ、地方にご協力をいただきまして、えー、条例の制定状況について、えー、この誤りのある内閣府令を引用した条例の有無について、えー まあ、あの調査をし、あの回答を今待っていると、こういう状況でございます。えー、一応、私どもで設定した調査期間、あの回答を返していただく期間というのは11月29日というふうにしてございますので、えーまあ、この結果を踏まえて、えー、しっかりと取りまとめをしていきたいと、このように考えております吉川沙織君。 もともと所管をされている内閣府自身が、この養蜂無償化の制度設計の大事さ、分かっていたはずだと思います。なのに、96か所もの誤りが生じてしまったことは、現場にものすごい負担が大きかった、ただ、国の誤りは地方自治体に大きな影響を及ぼすことになりますので、ぜひ把握をいただいて、改善をしていただきたいと思います。 で行政運営の適正性確保についてですけれども、国会で取り上げられている事案についても、政府が説明責任を果たしているか、この委員会が行政監視的な視点から検証し、重症的、多面的に議論を深めていくことも、行政の適正性を確保するために必要だと思います。プロセスの検証にあたっては、政府が保存している行政文書が重要な手がかりとなります。 公文書管理法第4条の本文、本文では行政文書の作成につき、どのように定めていますでしょうか、内閣府副大臣に伺います。本文のみで結構です大塚内閣府副大臣、えー。公文書管理法第4条におきましては、これは行政機関の活動について、国民への説明責任を全うするという第1条の目的を達成するために、 意思決定過程並びに事務及び事業の実績を合理的に後付けまたは検証できるよう、文書を作成しなければならないと定めております、はい、吉川沙織君4条を伺いましたけれどもあの、当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に後付けまたは検証することができるよう、ここ、読み飛ばしておられると思います。 ということで結構ですね大塚内閣副大臣はい、えー、そのように認識をしておりますが四、はいえー、条ですねですではいそうです <laughs> ごおりはい吉川沙織君 公文書管理法は、行政文書の保存に関し、保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存および利用を確保するために、必要な場所において適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で、保存しなければならないとしています。行政文書の管理に関するガイイドラインでは 保存期間の設定に関し、原則をどのように定めているのか、内閣府副大臣に伺います。行政文書の管理に関するガイドラインの方で結構です大塚内閣府副大臣委員長、えー。ガイドラインについてのお問い合わせでありますが、公文書管理法においては、行政機関の活動について、えー、まあ国民への説明責任を全うするという目的のもと、所管業務についての責任を負う立場にある個々の行政機関において、 行政文書の保存期間を設定することとしておりますその保存期間の設定については行政文書の管理,に関する管理に関するガイドラインにおいて歴史公文書等に該当する行政文書は1年以上該当しないものであっても意思決定過程や事務および事業の実績の合理的な後付けや検証に必要となる行政文書については原則として1年以上の保存期間を定めることとされております併せまして 保存期間を1年未満に設定可能な行政文書の累計を列挙しているところでございまして、このガイドラインを踏まえて、個々の行政機関において行政文書の管理に関する定めが規定され、同規定に基づいて文書管理が行われているものと考えております、はい、吉川沙織君。 まあ両方公文,書え公文書管理法第4条と、今の行政文書の管理に関するガイドラインで共通する内容というのは、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な後付けや検証に必要となる行政文書については、原則として1年以上の保存期間を定めるとされています。昨今、国会で再三取り上げられている事案に桜を見る会があります。招待者選考の在り方 予算額と実際の執行枠の乖離などについて、残念ながら疑義が生じており、行政文書等を手がかりとして、意思決定過程や実績を検証し、行政運営の適正性を確保することが求められるのではないかと思います。桜を見る会に関する意思決定過程や実績の合理的な後付けや検証を行う前提として、桜を見る会についての意思決定はどこで行っているのでしょうか。 桜を見る会の責任者である内閣官房長官にお伺いいたします。菅内閣官房では、公文書管理法に基づいて、行政文書の管理に関するガイドラインを踏まえて、内閣官房行政文書管理規則をこれ、定めておりまして、同規則に基づいて適切に行政文書の管理を行っております。 行政文書の保存期間については、内閣官房の具体的な事務の性質や内容に応じて、各部局におかれた文書管理者が、それぞれの保存期間表を定め、保存期間を適切に設定をいたしております。引き続き、公文書管理法に基づいて、適切に文書、行政文書の管理を行っていきたいと思います <以上 S 1> 吉川沙織君。 今、お伺いいたしましたのは、桜を見る会の意思決定については、どこで行っているのか、桜を見る会の責任者である官房長官、なぜこのお伺いを官房長官にさせていただいたかと申しますと、先週木曜日の参議院内閣委員会の長官の答弁で、私、この桜を見る会の責任者でありますとご答弁なさっておられます。と同時に、先週の参議院本会議と、先週の 参議院内閣委員会においてこういう答弁があの官房長官だけでも17回やったんですどんな答弁かと申しますといただいた推薦をもとに内閣官房及び内閣府において取りまとめを行ったものでありますいただいた推薦をもとに内閣官房内閣府において取りまとめを行っているところですこういう答弁がまあ、総理の答弁では 六回官房長官の答弁では十七回出てまいりました確かに内閣官房及び内閣府で取りまとめを行ったのかもしれませんじゃあ意思決定はどこで行ったんでしょうか官房長官もう一度お願いいたします菅内閣官房長官桜を見る会というのは昭和二十七年以来内閣総理大臣が各省庁からの意見等を踏まえ 各会においてさまざまな功績、功労のあった方々の幅広く招待をして、日頃のご労公を慰労するとともに、親しく懇談される内閣の公的行事として開催をされております。長年の観光で官邸内や与党にも推薦依頼を行ってきているものでありますが、このような桜を見る会の趣旨を踏まえ、いただいた推薦をもとに内閣官房及び 内閣府で取りまとめを行っているところでありま今、昭和27年以来の趣旨と取りまとめが内閣官房及び内閣府で行っているということは、今の答弁でも拝聴いたしましたので、理解を十分いたしました。 取りまとめを行っているのをどこかをお伺いしているのではなくて、意思決定はどこで行っているのでしょうか、内閣官房及び内閣府ということでよろしいんでしょうか、それとも内閣官房だけでしょうか、内閣府だけでしょうか、教えてください菅内閣官房長官、内閣官房及び内閣府で最終的には取りまとめを行っております <laughs> 吉川沙織君。 最終的に取りまとめを行っているという答弁も、実は先週21日の内閣委員会で、今、最終的に決めるのはやはり内閣官房、内閣府、最後の取りまとめを行うのは内閣府、内閣官房でそこで決定される、最終的にはそこで最終決定になるんだろうという、こういうご答弁、3回、官房長官なさっています。意思決定は内閣官房および内閣府、もしくはそれぞれ別かあの意思決定はどこで行っているんでしょうか。 菅内閣官官房長官まあ最終的な意思決定といえば、それは私がこの責任者でありますから、そこでであります吉川沙織君官房長官、ありがとうございます取りまとめがまあ意思決定でないことが分かりましたので、意思決定した場所に何らかの文書が残っていないとするならば、それは公文書管理法の趣旨に反することではないかと思っています。 桜を見る会についての意思決定を行い、開催に責任があるのは、まあ、官房長官、内閣官房であるとすれば、桜を見る会に関する経緯も含めた意思決定に至る過程、実績を先ほどから内閣副大臣でも答弁いただきました。 公文書管理法第4条、行政管理に関する、行政文書の管理に関するガイドラインにも明記されていますけれども、実績を合理的に後付け、または検証することができるような行政文書を内閣官房、あるいは内閣府が作成し、保存することが公文書管理法ガイドラインの、えー、趣旨に照らし、必要ではないかと思いますが、内閣府副大臣が答弁できないんだったら、政府参考人でも結構です。大大塚内閣府副大臣 あの例えば意思決定とか、です、ねえーまあ後から検証することに必要なものとして、保存されている文書は桜を見る会についてももちろんございまして、これはあの開催に関わる決済でありますとか、あるいは契約に関する文書、これ、契約に関する文書は後々、何か争いになったときなどにもしっかり検証されなければいけないものということで、こうしたものについてはしっかり5年。 の保存ということがされていいるわけでございます従、まあ、って、公文書管理法の趣旨に沿って、必要なものについてはしっかり保存がされているということでございます吉川沙織君で保存一部というか、されているということでしたので、経緯も含めた意思決定に至る過程、実績を合理的に後付け、または検証することができるような文書として、 今、副大臣から答弁ありましたけれども、内閣官房、内閣府は、今は保存されている契約書とか、経営に関する文書とか、まあ、関係業者の関係残っているとおっしゃいましたけれども、どんな文書がじゃあ、保存されているんでしょうか、副大臣、だめだったら、政府参考人で結構、はい、大塚内閣副大臣。あの現在、手元で把握しているところにおきましては、開催に関わる決済と契約に関する文書ということになっております。 吉川沙織君それ以外のものは、例えば名簿、名簿なんかはもう破棄されたということが、何度も何度も残念ながら答弁されていますけれども、じゃあ、どうやって検証していくんでしょうか。どなたが答弁されますか大西内閣審議官 委員お尋ねの中で、例えば一つ、あのご関門、ご関心にあたる名簿の類といたしましては、内閣官房内閣総務官室から総理,室総理官房長官、副総理官房副長官のところに推薦をお願いをし、具体的にはそれは各先生方の事務室長ということになりますけれども、そちらからご推薦を挙げていただきましたもの ととといいいううここになっていこうかと思います、えー、事務的にそういうことで推薦依頼を行っているわけでございますが、いただいた推薦をもとに、まあ、内閣官房、内閣府におきまして、取りまとめを行っているという次第でございます。でこれにつきましては、えー、1年未満の保存期間ということで、えー、文書管理規定上、整理、位置づけをさせていただいておりまして、えーまあ、廃棄を、使用目的終了次第廃棄をさせていただいているところでございます吉川沙織君。 桜を見る会は11月20日の参議院本会議で総理がこう答弁されています。今も官房長官からも答弁ございましたけれども、昭和27年以来、内閣総理大臣が各省庁からの意見等を踏まえ、各会において功績、功労のあった方々などを幅広く招待し、日頃のご老婦を慰労するとともに、親しく懇談する内閣の公的行事として開催するものとされています。慰労し、親しく懇談する相手、すなわち功労、功績があったとして、 招待される方々というのは、この行事において、一番の肝となる要素であり、招待者なくしては桜を見る会は成立しません。また、どのような方が参加されたのか、後でさっぱりわからなければ、功績功労があった方々の日頃のご老婦を労できたかどうか。 後付け合理的な実績の検証できませんこのような観点から国会でも招待者名簿の管理状況が取り上げられている状況にあり、招待者の名簿については、行政文書管理規則により、日常的な業務連絡、日程表に該当する文書と整理し、保存期間を1年未満としており、使用目的を終え、速やかに廃棄している旨、今も内閣審議官から答弁ありましたけれども、繰り返されています。 先ほど総務大臣の報告の中で、1回目のフォローアップ、2回目の見通し、どうですかと伺ったときにおっしゃいましたけれども。あの 総務省の平成29年9月の勧告の後に、内閣府に公文書観察室というのができました。そこの公文書観察室が、今年4月23日に行われた公文書管理委員会の資料として、行政文書の管理にかかる取り組みの実態把握調査の結果についてというのを資料として出しています。これ定,常定型的的的日常なな行政文書であっても事事務及び事業のの実績の合理的な 後付け検証に必要ででああれば1年以上保存るこの考え方を踏まえると、今回の招待者名簿は1年以上保存すべき文書であり、保存期間1年未満文書と整理して、今年度分まで廃棄してしまったことは、公文書管理法の趣旨、および行政文書の管理に関するガイドラインの趣旨に大きく反するものではないかと思うんですが、いかがでしょうか、答弁できる方、お願いします。 大大塚内閣府副大臣あのいずれにいたしましてもです、ねあの、今回のご指摘の名簿については、ああのまあ、桜,桜を見る会の事務、まあ、を取り置かために必要な資料ということで保存しておりまして、その桜を見る会の終了をもって使用目的を終えるということのほかに、 ま大量の個人情報を含む情報でございますので、この文書を適切に管理していかなければならないということになってしまいますので、保存期間1年未満の文書として、終了後、期待なく廃棄する取り扱いとしているわけでありますけれども、その根拠となりますのは、先ほどあのご質問もありました、行政文書の管理に関するガイドラインがございます。でこれのおお、まあ、具体的な7類型 上げているうちにですね、保存期間表において保存期間を1年未満と設定することが適当なものとして業務単位で具体的に定められた文書ということに該当するわけでございまして、これあの事前に決めた上で、えー、ホームページ等でも公表されているものでございます。この累計でこの文書については1年未満で廃棄するものということをちゃんと公文書管理法そしてガイドラインにのっとって事務的にいい処理をして、えー、いる。 といいいうものののででございますので、えー、その点あのご理解をいただ、ければとこのように思っているところでございます吉川さおり君。あの今、7類型についておっしゃいました、私、これ、引用して今、質問したんで、趣旨に応じた答弁、ぜひいただきたいんですけれども、整理に関するルール、これ、えー、公文書監察室が7類型出していて、今回の招待者名簿に関しては、2類型目の定型的、日常的な業務連絡、日程表等に分類するから、 廃棄した1年未満に分類したとしているんですが、一方で、この公文書監察室が出している考え方を見ると、そういったものであったとしても、後付け事務および実績、事業の実績の合理的な後付け検証に必要であれば、1年以上保存しなければならなかったのではないかという、こういう疑問に立って、行政監視的な観点から、淡々と質問をさせていただいております。 都合が悪い文書を1年未満にして廃棄しているとの疑義は、残念ながら払拭できないのではないかと思いますが、次に実際の予算執行プロセスの適正性の確保からあの議論したいと思います。公共調達については、防衛施設庁の完成談合と行政機関における公益法人等との不適切な契約が問題となったことを契機に、当時の谷垣財務大臣から各庁の庁宛に、平成18年8月25日、 公共調達の適正化について、財形第2017号と題する通知が出されています。この文書で示されているように、公共調達については、競争性及び透明性を確保することが必要であり、いやしくも国民から不適切な調達を行っているのではないかとの疑念を抱かれるようなことがあってはなりません。公共調達に関しては、国の法令上の契約方式としては、一般競争契約、指名競争契約、 随意契約の3つがありますが、一般競争が原則とされており、法令上の適用理由に該当する場合だけ、例外として指名競争または随意契が許されるとされています。では、公共調達の適正化についてで示されている、競争入札に付する競争参加資格の留意事項について、財務副大臣に伺います藤川財務副大臣。 委員の質問にお答えいたします平成18年に財務大臣より発出されました公共調達の適正化について、と題する通知におきましては、競争参加資格を設定する場合は1つ、契約担当官等が具体個別の契約の実態に即して定める競争参加資格は、競争を適,適正かつ合理的に行うために、 必要な限度において設定されるものであること、一つ、使用書は競争を事実上制限するような内容としてはならないことに留意しなければならないこととされております。 吉川沙織君まあ今、副大臣からもお答弁いただきましたけれども、一般競争により契約が行われる場合、競争参加資格の設定、使用書の内容において、競争性が確保されるものでなければなりません。契約金額が年を追うごとに増加しているにもかかわらず、長期間にわたって同じ業者が相手方というような契約が行われている場合、競争性が確保されたかどうか疑わしいです。会計法第第条の3第4項では 契約の性質または目的が競争を許さない場合は、随意契約を認めるとしていますが、この契約の性質または目的が競争を許さない場合は、具体的にどのような場合でしょうか、端的にお答えいただければありがたいです藤川財務副大臣、えー。許さない場合につきましては、契約の目的が特定の社でなければ納入することができないもの、契約上、特殊の物品または特別の目的があるため、改例先が特定され、 また特殊の技術を必要とするとき、3つ、契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造、または性質のものであるとき、4つ、競争に付するときは国において特に必要とする物品、物件を得ることができないときが該当すると考えております。 はい、吉川沙織君今の財務副大臣のご答弁を踏まえるならば、代替が効かないとか言うとまあ、飲食物の提供業務なんかは大体たくさん効くもんですから、本来であれば随意系というのはおかしいということになります。会計検査院が平成19年10月に公表した各府省等が締結している。随意契約に関する会計検査の結果についての報告書用紙では？ 検査の結果に対する所見として、12ページにこう書いてあります、やむを得ず随意契約によらざるを得ないとき、特に契約の性質または目的が競争を許さない場合という理由を適用する場合には、他に履行可能なものがいないかの把握等を厳格に行うことに留意することとされています。 この指摘を踏まえれば、随意契約が行われている場合には、契約の性質または目的が競争を許さない場合に該当するのか、単に履行可能なものが本当にいないのか、説明を尽くすことが政府には求められると思います。ここで会計検査院に伺います。一般論として公共調達に関して、過去の一般競争契約、あるいは随意契約に係る使用書、見積書等の一般的な書類、保存していますか、はい、三田第一局長。 会計検査院は、計算証明規則等に基づき、各府省庁等から提出された関係書類につきまして、文書管理に係る規定に従い、適切に保存しております吉川沙織君、まあ、関係書類が適切に保存されているならば、例えばですけれども、過去の桜を見る会開催に係る公共調達、公共調達に限ってのみで結構ですが、公共調達の契約に関し、検査が可能か可能でないかといえばどちらでしょうか。 三田第一局長必要必要な書類を保管してございます上に実地検査もしてまいりますので検査は可能でございます吉川沙織君今年度の桜を見る会の関係質疑に関し会計検査院は内閣府に対して会計実地検査を行いましたか三田第一局長個別具体的な事案に係る会計実地検査の有無につきましてお答えすることは困難でございますが会計検査院は 会計検査一法第20条に基づき、内閣府を含む国の会計経理について常時検査を行っており、毎年、内閣府に対する会計実質検査を実施しているところでございます吉川沙織君、まあ、内容についてお答えいただけないということは、重々承知の上で問いを立てたわけですけれども、これだけ国、あるいは報道で取り上げられていることを踏まえて、重点的に検査すべき課題の一つではないかと思っています。 内閣府は公共調達の適正化についてで、平成30年、桜を見る会における飲食物の提供業務で、随形にすることとした会計法令の根拠条報及び理由、これ、公表されているのを拝見したんですけれども、会計法第29条の3、第18項に該当するためと書いてあるんですが、会計法って第29条の3、第5項までしかありません。こんな記載も後でで直してておいいいただければと思いますのでぜひあの 多分ネ、ね、コピアのペースとしてずっとその数字が増えたんじゃねえかと思うんで、そういうのもちょっと直していただければと思うんですけれども、どっちにしても、まあ、あの桜を見る会の招待者の選定、予算執行の実態については、長年の慣行として、打性で処理されてきたものかもしれません。ただ、今、国会で取り上げられているような事態が継続的に起きていれば、不適切な予算設定や招待者の選考の在り方に疑問を持つ 国家公務員の方も、職員の方もいらっしゃったのではないでしょうか。総理や官邸をもんぱかああまり、声を上げることができなかったとすれば、大変憂慮すべき事態だと私は思います。国を、国家を、国民の生活を良くしようと思う、高い志と誇りを持って働く、 公務員の皆さんに、この参議院議員として12年間、数多く接してまいりました。しかしながら行政活動の目的達成のため、公務員が職務に取り組む中で、全体としてそもそもの目的よりも、忖度的な要因が力を持てば、行政は残念ながら歪められてしまいます。 行政活動の目的、活動の内容とプロセス、その効果を立法府たるこの国会で検証することで、総務省行政評価局による調査や、会計検査院の検査の実施など、行政の事情作用を相対的に私たち立法府が後押ししていくことも、行政監視機能の主翼たる本行政監視委員会が担うべき機能であるということを申し上げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました この際委員の異動についてご報告いたします本日塩田博明君が委員を辞任されその補欠として次久武君が選任されました